おてこ TV の朝日と申します。本日もご視聴よろしくお願いいたします。本日はですね、ちょっとこちらの水槽、以前ね、はい、水草を購入して植えたという水槽なんですけれども、こちらなんですけれども、ちょっとね、その水草は今ちょっと 遠くから見てるけど、水草はまあ、はい、枯れずに今のところは元気なんですけれども、ちょっと変なやつが出現したんですよ。これ、ね、私見たことないで、まあこれから見せるんだけど、この下にね、水草いっぱい植えたけど、それ以外何にも入れてないんですよ。当然他の水槽にもない。なんでこの水槽に なんでこ購入しちゃったのかなみたいなのがあるんで、ちょっと見ていきたいんですけど、これ YouTube でも見たことないっすよ。これわかります？これわかります？なんかこれ、あの色はね、ちょっと白っぽいんですよ。苔なのかな。なんなんでしょうね。ここに生えてきました。ちょっと分かりづらいんですけど、ここにもちょっとね生えてるんですよね。ここね。なんなんだろう。ね、不思議でしょ。正直ですね、何なのか分かんないです。初めて見た。でね、成長したのは3日ぐらい前です。3日ぐらい前はもうちょっとちっちゃいのがあって、あ、なんか変なの生えてきたなと思って、気づいたらこの大きさですね。一応ヤマトもちょっと入れてるんですけど、ヤマトも食べない。って感じでございます。あとね、ちょっとその昨日なんですけど、取れればよかったんだけど、今ここにいますね、魚。エリスロミクロンのね、稚魚が1匹だけ泳いでるのを見かけたんですよ。で、慌てて携帯持って取ろうと思ったけど、もう逃げちゃっていなくなっちゃってたんだけど、あのね、5ミリぐらいでした。5ミリぐらいだったから、ちょっともしかしたら親に食べられちゃった可能性もあるんだけど、ただ5ミリって結構成長してるんですよね。そうは言っても、ただもしかしたらまだ生きてる、どっかにいるかもしれないんですけど、一応ね、このミクロラスボラ、エリスロミクロンの子供がどっかにいるかと思います。いや、なんだろうなこれ。まあ、エビがちょっとつついても大丈夫だから、なんか毒性のあるやつじゃないとは思うんだけど、なんなんだろうな。なんかファッサーしてますね。ファッサーしてる、なんか、はい、という感じで、今日も本当にね、本当に内容の薄い動画になってますけども、いかがでしたでしょうか。ちょっとね、すいません、最近ちょっと忙しくて、やっぱり12月忙しいんで、はい、少し感覚開けちゃったりしてるんですけれども、はい、ちょっと、頑張って動画上げていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。あと、最近はね、土曜日、恒例、頑張って恒例にしています、私の奥さんのもじゃさんが、はい、やっているもじゃと朝日の飲んだくれ動画っていうのがあります。それに関しては、まあ、VTuber みたいな感じで、もじゃさん出ているので、まあ、あんまりね、なんていうのかな、馴染みがないし、なんかアクアリウムだけやってればいいんだよみたいな感じの、方もいらっしゃるとは思うんだけれども、一応、まあ、楽しみにしていらっしゃる方もいますし、いると思いますし、私自身ね、結構内容的に面白いと思うんですよ。だからまあ、キャラクターがね、動いて、なんか VTuber、でね、バーチャル YouTuber ってなんか嫌だわっていう風に思ってる方も、もしかしたら笑えるかもしれません。やってる中身は、まあ、私が40代なんでそれぐらいのネタでございますから、はい。まあ、40代のネタって何かわかんない。まあ、ね、ちょうどね、20代も60代もね、ちょっと幅広い年齢の方にも見ていただけるかもしれないので、はい。よかったら、見てやってくださいということで。
ご視聴ありがとうございましたということで、今日はね、うん、これなんかもしかしてあのなんかね、うん、あこれなんか知ってるよみたいな、うん、方いらっしゃったら教えてくださいということで、ご視聴ありがとうございました、チャンネル登録まだの方、今後も引き続きアクアリウムの動画、配信して頑張っていこうかと思っておりますので、よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。あと本日の動画良ければグッドボタン、悪ければバッドボタン、あとコメントどんどんお待ちしておりますのでよろしくお願いいたしますということで、お送りしましたのは私朝日でございました。じゃあ